こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2021年の7月27日30分ほど過ぎましたが、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 139.472 ということですね。はい、ちょっと昨日の勢いはなくなってます。こちら15分足ですけど、一旦またね、130円まで落ちてきて、これが午前中、昼前で、その後ずっと上っていって145円に到達しようとしたんですけど、またね140円前後まで落ちて揉んでるということになります。でこちらが、昨日3日間ぐらいですね。はい、一旦155円近くまで行ってから落ちてきたということです。はい、ただ4時間足にすると、まあ、しっかりトレンドが変わったというふうにね言えるんじゃないでしょうかね。はい、ゴールデンクロスして、でデータの生値は1回上がって、ここにもう1回戻ってきて、そこからねここね、平均線に沿って、反発していくという感じになっていって、ちょうどいい感じかなと思います。ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、コイン海外速報。ロシアのエルミタージュ美術館がバイナンスと提携してレアアートを NFT として販売ということですね。はい、私美術ちょっと分かんないんですけど、有名な美術館ですよねここね。はい、愛知さんですけど、ヤフージャパンと LINE が NFT 事業で連携することを発表しました。今年の冬よりヤフオクで NFT の売買が可能になりますと。はい、こちら LINE のホームページですね。はい、唯一無二で代替不可能な NFT アイテムをヤフオクで簡単に取引可能にと。ヤフーは、どこだ、ヤフーと LINE 株式会社のグループ会社で、 LINE の暗号資産事業およびブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社は、二次流通市場拡大に向け NFT 事業の領域で連携することを決定しました。 LINE が独自に開発したブロックチェーン LINE ブロックチェーンを基盤とした NFT アイテムが、 Yahoo Japan が提供するネットオークションサービスヤフオクで、今年の冬より取引可能となる予定ですと。NFT ノンファジブルトークンは、ブロックチェーン上で発行された唯一無二で代替不可能なデジタルトークンで、デジタルアイテムやコンテンツの固有性や保有していることを証明できる仕組みです。これまで NFT アイテムの取引に専用プラットフォーム上での手続きが必要となるなど、参加のハードルの高さが課題としてありました。 LVC は20年8月から LINE ブロックチェーン上で発行された NFT アイテム等のデジタルアセット管理をできるウォレットを提供しており、6月に同ウォレット内で NFT アイテムの取引が可能な NFT マーケットベータの提供を開始しました。今年の夏に正式版の提供を予定しており、国内ナンバーワンの NFT マーケットプレイスを目指します。この度両社の連携により、ユーザーは LINE ビットマックスウォレットで管理する LINE ブロックチェーン基盤で発行された NFT アイテムをヤフクで簡単に出品落札できるようになります。市場価値に応じ価格が上がるオークションの仕組みを活用し、 NFT アイテムをより多くの方が気軽に売買できる NFT マーケットプレイスを提供します。また様々なパートナーとともに価値あるコンテンツを流通活性化させ、 NFT 領域における二次流通市場の拡大に貢献してまいりますということです。はい、LINE は、私ブロックチェーンとかね、その辺はちょっと全然使ってませんけど、ブロックチェーンエキスポに、見に行った時にね、 LINE のブースが非常に気合が入っていて、結構盛り上がってはいましたね。はい、まあ、ブースもだいぶ緑色で目立っていて盛り上がってたので、はい、行ってみると良いかなと思います。はい、また愛知さんですが、インタビューの中で数あるブロックチェーンの中からカルダノを選んだ理由を、ワールドモバイルのアトキンス氏はこう話しています。イーサリムやポリカドットなどでも なども検討したが、カルダノを選んだ。スマコンが未実装ということはあまり問題ではなかった。何度聞かれてもカルダノと答えると。はい、こちらがそのサイトなんですけど、ワールドモバイルチェーン、カルダノのファーストキラーアプリになるかということですね。はい、ちょっと関係するところだけ読んでみます。その通りですね。ブロックチェーンを導入しようと決めたとき、どのようにしてカルダノを使うことにしたのですかというのも、明らかにカルダノは業界では物議を醸しています。しかしアフリカとのつながりなどを考慮すると、このプロジェクトに使える唯一のソリューションであることも分かったと思います。しかしどのような選択肢を検討し、なぜカルダノに決めたのか、ぜひお聞きしたいと思いますと。はい、それに対して、つまり私たちは長い時間をかけて様々な選択肢を分析しました。イーサリアムですが、多くの人がなぜイーサリアムにしなかったのかと聞くと思います。イーサリアム、イオス、バイナンスチェーンなど、数年前には様々な選択肢がありました。イーサリアムは強固なプラットフォームですが、スケーラブルではありません。まあ、これはみんな知ってますよね。
また、現在明らかになっているように、ステーキング、プルーフ・オブ・ステークのネットワークは移行しようとしている問題も予測していました。これは進行中の問題であり、まだそこに至っていません。これがどれほど成功するかを知るにはまだ2年はかかるでしょう。だからこそ私たちは問題点や起こり得ることを目の当たりにしたのです。また既存のネットワークを移行しようとする場合、プルーフ・オブ・ワークやプルーフ・オブ・ステークには全く別の問題があります。はい、続いて、我々はさまざまな選択肢を検討しましたが、EOS やバイナンスチェーンなど、きちんとした分散型ネットワークではないと思われる他の選択肢も検討しました。彼らのスマートコントラクトと私たちのタイムスケールを、知っていましたし、彼らはいつ起こるかについて常に率直でした。スマートコントラクトは9月に発表されましたが、私たちはチームとして彼らの候補者のコードを持ち、適切に分散化され、オープンソースであることを確認しました。ミッションクリティカルなシステムと同じレベルの科学的な厳しさがあります。私は大学で正式な方法論を学びましたが、それは私の楽しい論文の一つでしたと。はい、続いて、私はいつもネットワークを展開するときは、それが機能するものであってほしいと思っています。イーサリアムのようにデプロイしてからコードのバグをチェックするのではありません。はい、この進め方が体のとだいぶ違うって話をね、よく出てきますよね。金融ネットワークや金融システム基盤となるインフラを構築する際は、最初からそれが機能することを知りたいものです。そういった理由もあります。もちろん商業面でも素晴らしいチームです。彼らはアフリカに集中しています。私たちはそこを目指しているのです。プリズムネットワークプラットフォームがアーキテクチャの一部になっていることも、通信業界に参入することも全てが合致しています。だからこそ今でもソラナやアバランチ、ポルカドットなど他のチェーンの選択肢を見ても、カルダノが一番の選択肢なのですと。はい、こちらカルダノデイリーさんのね、ツイートですけど、スマートコントラクトの開発ですね。はい、これがプラットフォームバイボリュームということなので、なんだろうな、まあ、使われるトランザクションの量みたいですが、カルダノ、ポルカドット、イーサリアム、クラシックか、V チェーン、ソラナ、とか EOS とかね、今の話で出てきたものが、まあ、いっぱいあるんですけど、これらと、全部ではないですけどね、比べてみて、カルダノが良かったということですのでね、はい、素晴らしい、記事でしたし、心強いですよね。はい、また愛知さんですけども、地球規模課題の解決を中心を目指している世界経済フォーラム WEF がカルダノの取引スピードについて取り上げています。ビジネス、金融、自然などの問題でブロックチェーンを積極的に紹介してくれているサイトですと。はい、世界経済フォーラムはカルダノとこれらの5アルトコインに目を向けましたと。世界経済フォーラム、カルダノとリップルが注目を集めました。最近のコミュニティレポートでは、スイスに拠点を置く国際機関である世界経済フォーラムが、スマートコントラクトプラットフォームのカルダノを見て、毎秒処理できる取引数に関する詳細を提供しています。世界経済フォーラムは報告書の中で次の内容を説明していますと。カルダノはオープンソースのプルーフ・オブ・ステーク、ブロックチェーンネットワークとスマートのコントラクトのプラットフォームで、階層化された設計とモジュール制御を通じて複数の機能を提供できることを目指しています。1秒あたり257トランザクションが許可されますと。はい、でその他、XRP とかね、はい、ソラナ、いろいろ出てきてます。はい、ただ、まあ、ここの権威あるところが5つぐらい選んだ中のにカルダノがあるよということなのでね、これもまた素晴らしいと思います。はい、今日は愛知さんの記事ばっかり使わせていただきましてありがとうございました。愛知東海プールですね。はい、ありがとうございます。はい、ではね、ラインに戻りまして 139.59 円ですね。よいしょ、14,012.9×139.59 で元本が10万円ですので、計算しますと1,856,061円のプラスということになりまして、1,856.1% のプラスとなりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。